高尾精神寺は台湾高尾市、レーミアビックにあるモスク。これは台北にある台北精神寺に次いで建設された台湾で二つ目のモスクである。また台湾南部でのイスラム教信仰の中心となっている。初代高尾精神寺高尾モスクは国境内戦で中国共産党に敗れた国民政府のムスリムによって1949年に建設された。 ムスリムの公務員たちは中国国民党政府にて台湾に新たなモスクを作るために尽力し1949年1月から資金調達を開始した。当初、彼らは一時的な所在地として潮区に270平方メートルの土地を借りた。初代高尾精神寺は狭かったため1951年に新港区にある460平方メートルの 日本式の木製建築にその所在地を移した。二代目高尾精神寺の礼拝室は135平方メートルあったが、増加するムスリムに対応するために、新たな土地を求めて資金調達を開始した。1988年10月にモスクを売却し、それによって新たなモスクを建設する資金を得た。高尾モスクの礼拝室1990年2月。 高尾精神寺は増え続けるムスリムにより対応するため、レーミアビックにある現在の巨大な敷地に移った。1990年12月17日に建設が始まり、1992年4月に完了した。高尾モスクでの金曜礼拝の様子高尾モスクは、中東の大きなボールとを備えた3階建ての建物で、礼拝室などの建物の構成要素は、 中東の伝統的なモスクに基づいている。敷地面積は2657平方メートル。1階には、男女別の寮、女性礼拝室と女性活動事務室がある。2階には、主となる礼拝室、アラビア語勉強センターがある。3階には客室、若者活動センター、事務室と図書室がある。モスクの近くにはムスリムによって運営されている、ハラールレストランがある。 高尾モスクでは毎年夏に小中学生を対象にアラビア語講座を開催している。ありがとうございます。